フレッシュなトマトの極上サンド。まずは静岡市清水区三保にある乃木農園。オープンから11年、野菜や果物を育てる生産者が営む農園カフェです。小さなお子さん連れから、若い方、まあ年配の方もいらっしゃってくれますね。それぞれですけどね、カフェの目当ての方もいれば、農産物だけ買っていかれる方もいらっしゃいます。これから取れ始めるのはメインに栽培しているトマト。定番人気はそのトマトをたっぷり使ったホットサンドです。日本でよく作られているレッドオーレっていう品種、もしくはうちの、よく作っている花乙女っていう品種を使いますね。これからの時期、10月から年末にかけてが、量も増えてきますね。まずチーズを乗せて、玉ねぎでトマトにトマトソースで挟みます。食パンで挟んで数分トーストしたら出来上がり。とりあえず食べた瞬間にトマトが熱くてびっくりするんですけど、加工したトマトって意外と皆さん食べないんですよね。トマトイコールサラダのイメージがあるので、あ、トマト加工するとこんなにも甘いんだっていうのを皆さん衝撃受けますね。口いっぱいにトマトが広がり、旨味が濃厚です。続いてこちらはイチジクをたっぷり掴んだたっぷり使ったホットサンド。イチジクは8月の下旬ぐらいから、10月にかけてですね、ちょっと今年は雨とか台風にやられてようやく量が取れてきた感じです。イチジクに組み合わせるのは塩味のあるあの食材。生ハムを入れて塩味を加えるんですけど、ソースはイチジクのジャムを乗せます。お食事系な感じになります。甘いんだけど、加工すると甘みというよりかとろっとした感じ、とろける系の食感。さらにクリームチーズを加えて絶妙のバランスに仕上がっています。こちらはイチジク尽くしの豪華なパフェ。イチジクを使ったアイスやゼリー、杏仁豆腐などを盛り付けています。メインに作っている2種類のイチジクを盛り込んでいる。めちゃめちゃたくさん入れて、イチジクでお腹いっぱいになるようなぐらいに入れているスペシャルパフェになります。イチジクとヨーグルト、牛乳などで作るスムージーはイチジク本来の甘さが際立つ美味しさ。静岡市三保の乃木農園です。